皆さんこんにちは。女子レーサーの中にしては高い身長で、そのルックスからも注目を浴びている内山菜々美選手。そんな内山菜々美選手の斡旋が2024年3月現在全て削除されています。内山菜々美選手の身に何かあったのでしょうか。今回は内山菜々美選手のプロフィールを説明しながら斡旋削除の真相についてご紹介していきます。現在は B1 級で活躍されている福岡が地元の内山菜々美選手。身長が165センチと他の女子レーサーと比べても高いという点が特徴の一つです。また内山菜々美選手の同期には清水亜美選手、河合萌選手、谷口花恋選手らがいます。そんな内山菜々美選手ですが、祖父は元ボートレーサーでもある橋本忠さんなのだそうです。ネットの存在していない前の世代ということもあって、橋本忠さんについての情報は多くは出てはきませんでしたが、登録番号は600から700番台であるということは分かりました。内山菜々美選手は高校生の頃にお母さんからその話を聞き、実際にボートレース若松やボートレース芦屋へと足を運んでレースを見てみたところ、ボートレーサーに見せられたようです。内山菜々美選手は小学校の頃はバレーボール、中学と高校ではテニス、そして大学ではラクロスと、学生時代は一貫してスポーツをして過ごしていたようです。高校生の頃には平山千佳選手が1号艇でドリームを勝ったボートレースダービーを生で観戦して、こんなにかっこいい女性がいるんだと思いましたと魅力を感じていた内山菜々美選手。西南学院大学に進学しましたが、選手にしかなりたくないと思ってと中退を決断。ボートレーサー養成所の入所試験は最後だと思って受けましたという7度目の受験でなんとか合格し、127期生として入所しました。4回目あたりをラストチャレンジにする方も多い中、7回も挑戦されたその精神力は以前から注目の的となっていました。目標としては一流の選手になることの他に、稼いで母に恩返しをすることを掲げており、非常に親思いな性格であることがうかがえます。このあたりも内山菜々美選手が人気な理由なのでしょう。ちなみに養成所での受験は1年に2回なので、7回受験に要する期間はおよそ3年半ということになります。レースにおいてもこの不屈の精神が生きてくることが期待されますね。そしてそんな内山菜々美選手の師匠は現在 A1 級として活躍されていらっしゃる水間篤選手です。水間篤選手は SG レースでの出走経験こそありませんが、 G1 レースでも優出経験があったりとかなり活躍されていた選手です。内山菜々美選手は水間篤選手と走り方で合うようで、初勝利の時にはプロペラも水間篤選手と同じく足も伸び型にしたことがきっかけとなっていたようです。自分の走りに合った師匠を見つけられた内山菜々美選手は今後もっと伸びていくかもしれません。では内山菜々美選手は実際どういった走り方をする選手なのでしょうか。内山菜々美選手の勝率は 4.4、 2連対率は 29% となっており、優出や優勝はありませんが、少しずつ成績が上がってきている状況です。平均スタートタイミングに関しても 0.18 と少し遅めのタイミングになっています。またコース別連対率に関しては、全体で最も高いのは2コース、1着で見ると1コースが最も高いようです。アウトコースに関してはあまり高いとは言えない連対率となっています。またコース別のスタートタイミングとコース別スタート順を見てみても、1コース時に関しては少し遅めになってしまっているようです。1号艇への不慣れさが出ているのか、気負いしてしまっているのかは謎ですが、少々気になる点ではありますね。さてそんな内山菜々美選手の初勝利はデビューから1年後、2021年12月29日にボートレース若松にて開催されたスポーツ報知杯年またぎ特選競争の8レースにて達成します。この日は有利なインに A1 級の選手が配置されており、内山菜々美選手は不利な5号艇でのスタート。1、2、3のオッズは 3.9 倍とイン逃げが濃厚なレースかと思われていました。しかし結果は内山菜々美選手が見事なまくりを決めて勝利。5、2、4の組み合わせは3万集権となりました。勝利後のインタビューでは、
展示でコンマ02のフライングでしたが、師匠に思い切って行けと言われていました。緊張してターンマークを外して、2周目くらいでやっとモニターを見る余裕ができたと話した内山菜々美選手。内山菜々美選手が勝利できたのは、彼女の実力の他に師匠の支えがあってこそだったようです。その後も1着を重ね、実力を伸ばしてきた内山菜々美選手。2024年現在、斡旋が全て削除されてしまっています。一体どうしたのでしょうか。女子ボートレーサーの斡旋が削除される理由として一番多いのはやはり結婚や出産です。最近話題になった例として、倉持莉璃選手のケース。倉持莉璃選手は2023年7月9日に G2 第5回全国ボートレース甲子園に出場以降欠場。その後も G1 レースと次々と欠場が発表となり、理由は過実号としていました。人気で勢いのある女子レーサーであるにもかかわらず欠場が続き、その理由が曖昧なものであったため、結婚や妊娠、病気など様々な噂が立っていました。そんな中で2023年10月1日に誕生日を迎えた倉持莉璃選手は、自身のインスタグラムで結婚妊娠を発表。投稿では、ご無沙汰してましたと挨拶から始まり、結婚および妊娠を発表されました。このような例が一番多くなっていますが、2つ目に多いケースとしては怪我が挙げられます。ボートレースは直線で時速80キロのスピードが出ます。またターンでは何艇ものボートが接近し、少しでも前へ出ようとするため、衝突や接触事故が起こることもあります。ボートレースが普及して以降、装具の改良や安全対策が行われてきました。また転覆時の対処法も学校での訓練時代から厳しく指導されています。その結果、衝突事故や転覆事故が起きても一命を取り留めたり、軽傷で済んだケースも多くあったはずです。それでも骨折や打撲、捻挫などの大怪我をする重大事故が毎年のように起きています。ただでさえ不安定な水上で、加速や減速、そして旋回を行えば事故の起きる確率が高くなるのです。加えて、男性ボートレーサーよりも体重の軽い女性ボートレーサーとなると事故の可能性も大きくなります。そのためレース中に何らかの事故を起こし休養中であることがよくあります。内山菜々美選手の斡旋が削除されている理由として、ネット上には結婚や妊娠の噂も上がっていましたが、調べてみたところ、内山菜々美選手は怪我により斡旋が削除されていたようです。内山菜々美選手は2024年2月2日からボートレース常滑で開催された日本空調システム杯2日目に途中帰郷、2024年2月20日にボートレース琵琶湖で開催された G2 第8回レディースオールスターは怪我で欠場と明かしていたことから、怪我による斡旋削除だと分かりました。しかし2024年3月3日にボートレースチケットショップカマにて行われたトークショーに内山菜々美選手は出演。怪我を感じさせない元気な様子で、ネット上には元気そうでよかった、早く水面で走ってるとこみたいといった復帰を期待する声であふれていました。いかがでしたか。今回は内山菜々美選手のプロフィールを説明しながら、斡旋削除の真相についてご紹介しました。怪我により斡旋削除となっている内山菜々美選手には、一日も早い回復を祈り、水面で活躍する姿を見せてくれることに期待したいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。